佐渡ヶ島における平成の大合併の地図。相川町はかつて新潟県佐渡郡に置かれていた町。江戸時代には佐渡金山で賑わい、佐渡奉行所が置かれる佐渡国の中心であった。明治以降は鉱山町としての性格に加え、佐渡観光の中心地として栄えた。2004年3月1日、佐渡全域での合併により、佐渡市が発足し、 愛川町は廃止された。2000年国勢調査における沢田町への通勤率は11.6%。廃止時点での町域は佐渡の北西海岸に沿って細長く伸びていた。内陸は大佐渡山地で海岸近くまで山が迫るが南端は比較的なだらかな地形である。町役場が置かれていた愛川の市街は町域南西部佐渡近山の麓に位置しており、 海と山に挟まれた、狭いな地形に、市街地が広がる。海西弾球の地形となっており、海岸沿いの狭い低地には、下町、弾球面上には、上町の町割が近世より形成され、現在も骨格が残っているほか、弾球崖には石段が多く見られる。愛川は、もともとは、寂しい寒村であったとされるが、近世以降鉱山町として発展した。 1601年に初期の鉱山集落である上愛川が成立し、1603年からは佐渡大館に任命された大久保長安によって上町において武行所を中心とした計画的な町建てが進められた。下町の開発はやや遅れて、官営年間に行われ、海を埋め立てた土地に表通りと裏通りを持つ市街地が形成された。 なお、上相川は、金銀山の衰退とともに人口が急減し、明治期には、住む人がいなくなった。各地から人が集まったため、17世紀前半の、最盛期には相川の人口は5万人ほどと言われて、おり、これは、当時の国内有数の都市である長崎に匹敵する。なお、金山開発に伴い、佐藤ヶ島全体が、江戸幕府の天領となっている。 近代以降も採掘は続けられ、大間港の築港、北沢富裕船工場、トロッコをはじめとする近代工業施設の導入が行われた。しかし、採掘量は減少し、1950年代前半には大規模人員縮小により家族を含め約2000人が島を出ることとなった。1970年からは史跡佐渡金山として観光へと転換し、 1989年に旧山となった。愛川は近世から近代にかけて、上町を中心に佐渡奉行所、新潟県佐渡市長といった国や県の出先機関が置かれた観光庁の町であり、現在も新潟県の佐渡地域振興事務局の本庁が置かれている。昭和半ばには国中地区への移転構想もあったが、1973年発表の政府の こういう地蔵生促進政策の影響を受けて、下町の海岸部の埋め立て事業が行われ、上町にあった観光庁の多くが、昭和末期から平成にかけて造成された、この土地に移転した。伝統産業として、無名焼きがあった。昭和30年代には、映画館の相川劇場があった。町内に国道は通っていない。北沢富裕線工場佐渡奉行所あと他の、 鉱山関連遺跡が佐渡金銀山遺跡の名称で文化財保護法による国の史跡に指定。また、相川地区の630.1ヘクタールが佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観の名称で同法による国の重要文化的景観として選定されている。佐渡観光の中心地となっており、佐渡観光客の大半が町に宿泊すると言われている。 ありがとうございます。